大谷翔平選手を応援するファンの皆様、しんすけハンディマンです。8月8日第15戦対レンジャーズ、大谷翔平選手は4番 DH で出場です。今日の大谷翔平選手4打数のヒットなしという形になりました。大谷翔平選手、相手ピッチャーの投げるボールに、少しタイミングが合ってないという形でしたね。なので、大谷翔平選手は実戦でですね、改善していくしかないので、大谷翔平選手はどん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 試合に出て、どん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 打席に立って、生きたボールを見てですね、もちろん、バッティングプラクティスのボールもいいんですけれども、生きた、投手の球を見てですね、それで、バッティングの改善をねして、どん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 ヒットまたはホームランを量産してもらいたいと思います。なので、マドン監督にお願いしたいのは、大谷翔平選手はどん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 使ってもらいたいと思います。そうしますと、大谷翔平選手どん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 相手の、ピッチャーを見て経験して、自分なりに、バッティングを改善していくんじゃないかなと思います。それに期待したいと思いますね。そして今日のエンジェルス、スターティングラインナップを少しですね、入れ替えました。レフトに守ってたアプトンから、テイラーワードに変えて、ライトに守ってたグッドウィンからジョー・アデル選手に変えて、セカンドを守ってたラステラ選手からレン・フィフォー選手に、変えて、若手主体の、スターティングラインナップとしました。残念ながらですね、今日打線が爆発せず、好投した味方のパトリック・サンドバル投手の援護ができずですね、残念ながらエンジェルスは0対2で負けてしまいました。これで通算成績5勝10敗となりました。そして今日のエンジェルスの注目選手は、今日投げましたパトリック・サンドバル投手です。今日6回94球を投げて4安打2失点、ホームラン打たれましたが、1つの、フォアボール、4つの三振と好投しました。残念ながらエンゼルスの援護がなく負け投手となってしまいましたけれども、なかなかいい好投をしたので、クオリティスタートのポイントがサンドバル投手につきました。サンドバル投手スターティングピッチャーとしてですね、ローテーションに入ってもいいんじゃないかなと思います。なので次回投げるときは期待したいと思います。もちろんその時もですね、打線も爆発して援護してもらいたいと思います。はい、明日も試合があります。明日、レンジャーズとの、最終戦になります。明日はですね、必ず勝ってもらいたいと思います。3立てにはならないようにしてもらいたいと思いますけれども、明日の先発予定はですね、アンドリュー・ヒーニー投手となっております。相手のピッチャーもね、かなりいいピッチャーなので、また明日も、投手戦になるかもしれませんけれども、エンジェルスの打線爆発してもらいたいと思います。もちろん明日の大谷翔平選手の活躍にもですね、期待したいと思います。明日日本時間朝早いかもしれないですけれども、皆さん、頑張って大谷翔平選手の応援よろしくお願いいたします。それではまた。